お待たせいたしました。上り最中の浅草行きです。まもなく発車いたします。川端です。
く川端様まで、すぐち左側で。
次は南羽生です。南関係で飛び降りていきたいです。
く数を取るので、それ見ていきなさい。
の宮です。JR 線は乗り換えです。
すっきり到着いたします。出口右側です。JR 久留米線を乗り換えとなります。お客様にお気をつけください。まず、出口に到着。窓で、それで右側ね。
で多分乗ると思うんで。東武ロブスコアと着いたします。丸口左側です。東武ロブスコアと次、カスタメ駅に停車いたします。梅宮、北カスタメ、スーパーです。お気をつけください。お乗り換えのマークです。日光線の南クリフ行きの列車、下りホームで4番線から21分、南クリフ行きは4番線から21分の発車です。上り方面各駅停車の南千住駅、お隣の2番線から13分、南千住駅の各駅停車はお隣2番線から13分の発車です。お忘れ物がないようお気をつけください。東武動物公園です。
車はですね、右側、左側、次は点検と、膝は一発で車と合わせます。南限定区20分降りましょう。アマパークライン野田線乗り合わせ7分、階段エレベーターで2人が乗り、7番、各駅7時33分、各駅大宮駅33分、乗り換えです。
台で出口は左側、次は越谷です。大袋は越谷は山と思います。各駅南線で27分降りました。2番線です。
西は右側です。次は新越谷です。次は新越谷、新越谷、次は東京。
右側、次は右側、次は西側だって、次は塚竹の沢と各駅南千住駅48の3番と
Thank you.
昼から半分に来てきたわけです。私、千代川線、日比谷線、JR 常磐線、ヒットドアエクスプレス線、バリアランテス側に、まっすぐ新川に乗ったバスバリア、車線で出口側に乗って、出口は左側で、足の空いているところがあります。通りなさいご注意ください。
次は種子町、種子町。出口は左ようです。足元空いているところが通りの際はご注意ください。
足元空いているところがあります。通りの際はご注意ください。